はい、こんばんは。ですね、今6時ちょっと1分過ぎたところです。今日は、風がどのくらいだろう、2メーターぐらいですね。でね、またちょっとゴーゴーと風の音が入るかもしれないんで、今日はねちょっとこれをね試してみたいと思うんですよ。ビデオカメラ用にねつけるものなんですけど、このイヤホンをね、この iPhone に挿してみてどうかなと。基本、ヘッドホンだから、普通は録音マイクじゃないんでね、録音されないと思うんですけど、Amazon の分見たらね、刺さってたんで、もしかしたらこれで音が消えるかもしれないんで、はい、ということでこれで今差し入れます。はい、ですね、マイクを挿したらね録画が止まってました。なので、ちょっとね もうちょっとねどうしようもないんでね、ちょっと今携帯の方も電池がなぜかね 70% ぐらいあったのに、電源落ちてました途中で。なので、なんだろう、録画もなんだろう、途中見た時なちゃんと録画されてたのにね、2本目も飛ばしてるのに、おかしいです。とりあえず3本目いろいろあったんですよ。ここ映るかな、わかんないな。とりあえずねピレットフリップができたんでそれ撮ったんですけど、ああどうしよう、もう嫌やな。はい、アイザップ。とりあえずね、これでピレットフリップしてちょっと落ちたらまたシャレにならんな。はい、行きます。はい、撮れたかな、もう一丁。おっと、ちょっとね、もう頭にはつけてないんですよ。もう車に固定してるんで、今の充電しながらもやってるんでね、さすがに頭にね、いろいろつけるのちょっと重みがありすぎなんで、でね、バック旋回もしたし、ノーズからの旋回もしたし、で、エレベーター打ち間違って頭から落ちて、メインギアがもうズル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 なったんでね、今新品のメインギアに交換してます。で、あとキャノピーの止めるところが一箇所折れたんで、今もうぶち切って家でまた修理するんで、してるんですけど、それが全部カットになってる。昨日のリベンジなのに今日もあましいい感じに撮れなかったな。風がね強いん、ちょっと2メーター、たまにね煽られてしまうんですけど、4ポイントフィルエット。多分ね、ピレットサークルできればもう何でも怖いものなしじゃないかなと思うぐらい難しいんですけどね。どうだろう。この辺映ってるのかな。あまし近いとね、画角が狭いんでね。やっぱ、フレームアウト、たぶん。もう今、22分回ったんでね、そろそろ帰らないとあれなんです。3分でしょ、今。参ったなぁ。
今風そんなないのに今ちょっと暴れてんな。おほう、今のはまあまあいい感じのフィルフリ。うん、コードはあまし落ちないんですけどね。今撮れてる？撮れてる？一応録画ボタンになってるけど、参ったな。いい加減落ちそうに。下の方はもうフレームアウトだもんね。多分ピッチをフルに使うと回転が落ちるんでね、うまいこといかないんだな。はい、4分のタイマーが鳴ってきてますね。あ、急に落ち着いた。4ポイントもね、まあまあ、あー、危ない、ね、できるようになってるんでね。まあ大丈夫かな。もう大きいので4ポイントしても多分大丈夫とは思うんだけど、これよりかまだ、ね、まったりの挙動なんでね。はい、じゃあ終了します。おろそうノーマルにして、これね、ノーマルもね、0100っていうか、まあ、エキスポ全く入れてないのね。はい、終了します。ちゃんと保存してよな。よいしょ。